どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は読書大好きな僕が読んでマジでこれは最高だと思ったおすすめ本を3冊紹介していきたいと思います。今回紹介する作品はどの作品もね、違った良さというか3冊どれも違った人に刺さるような作品になっておりますので、面白い小説知りたい、次何読もうか迷ってるという方にぜひ参考にしてほしい動画となっております。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速1冊目から参りましょう。今回ですね、この1冊目がマジで面白すぎて動画撮ったまであるぐらいすごい作品なんですけれども、1冊目がこちらです。青崎優吾さんの地雷グリコ、究極の頭脳バトル小説。はい、ということで1冊目がこちら、地雷グリコという作品になっております。いや、これですね、最近いろんな SNS で結構話題になっていて、X だったり Instagram でもね、いろんな方がおすすめしてるんですけれども、僕も最近やっと読むことができまして、いやーマジで面白かったですね。ではこの作品一体どういう話なのかというと、冒頭にちらっと言ったんですけれども、こちら頭脳バトル小説になっております。イメージとしては、カイジとか嘘食いなんかがすごく漫画としてはね、イメージ近いんですけれども、主人公たちがあるゲームで、頭脳バトルを繰り広げていくという作品になっております。このような作品、ゲームを主題として頭脳バトルが繰り広げられる漫画とか小説って、刺さる人刺さらない人結構極端に分かれるかなと思っておりまして、というのもこのゲームが分かりづらいっていうのがまずあるんですね。ここが結構ね、人選ぶかなと思ってる部分ではあるんですけれども、例えばその頭脳バトルの小説を読むときに、まず初めにですね、そのゲームのルールを理解するところから始めなきゃいけないっていうのが、こういうね、頭脳バトル漫画とか小説とかがあまりハマらない人の、一つ苦手なポイントかなと思うんですけれども、僕も実際ですね、そのゲームをまず理解しなきゃっていうところに関して最初にちょっとハードル感じちゃうってことも昔あったんですけれども、でもそのゲームを理解して、登場人物たちがどういうバトルをしているのか、何に悩んでるのかっていうのを理解することができたら、めちゃくちゃ面白い作品に化けるっていうのが、こう頭脳バトル系の小説とか漫画だと思うんですよ。このですね、ゲームのルールを理解しなきゃいけないっていう最初のハードル、このハードルさえこうなんとかなれば、いろんな人にね、頭脳バトル系の小説とか漫画おすすめできるのになって思っていたんですが、なんとですね、この地雷グリコはそのゲームを理解するハードルっていうのを限りなく下げている作品です。初めて聞いた方はなんでってなると思うんですけれども、この地雷グリコという作品、僕たちが実際に子供の頃からやっている、こう慣れ親しんだゲームに対して、頭脳バトルを行うという作品になってます。具体的に何かというと、この作品5つの、ゲームが入ってるんですけれども、1つ目は題名にもなっている地雷グリコのグリコですね。グリコやったことはある方多いと思うんですけれども、一応説明しておくと、じゃんけんで階段を登るっていうシンプルなゲームですね。で、グーとチョキとパーがあって、グーで勝ったらグリコっていう3段登れて、チョコレート、チョキとパーで勝ったらチョコレートとパイナップルで、6文字ですね、6段登ることができるっていうゲームです。小学生の頃とかやってる方結構多かったんじゃないでしょうか。そのグリコが、1つ目のゲーム。で、2つ目はですね、真剣静寂ですね。これはもうみんなやってるかなと思うんですけれども、こうね、トランプのカードをバーって置いて、この、1枚ずつめくってペアを探していって、ペアになったカードを自分の手札にすることができる。そして手札が多い方が勝つっていうゲーム。そして3つ目がじゃんけんです。これもうみんなもうやってるとかそういうレベルじゃないんですけれども、3つ目のゲームがじゃんけんで、4つ目がだるまさんが転んだですね。で、最後がポーカーですね。これはもうトランプの王道のゲームですね。ポーカーは山札から手札を引いて、トランプの絵柄に応じた役を作って勝負をするというゲーム。はい、このグリコ、神経衰弱、じゃんけん、だるまさんが転んだ、で、ポーカーですね。この5個のゲームが、この地雷グリコという作品に入っております。では実際にこの5個のゲームで登場人物たちが、戦っていく、頭脳バトルをするのかというと、そうではないんですね。で、この馴染みのあるゲームたちに、プラスアルファでちょっとしたルールの変更を加えるんですよ。で、このちょっと変わったグリコだったりとか、神経衰弱、だるまさんが転んだや、ポーカー、じゃんけんなんかを使ってどんどん戦っていく頭脳バトルを繰り広げるという作品がこの地雷グリコになっております。このちょっとした変更を加えたゲームがですね、理解もしやすいですし、めちゃくちゃ面白いっていう
いや、マジで最高な小説になってますね。このちょっとした変更っていうのもまたこの作品の、まあ、良さではあるので、この5つのゲームのちょっとした変更を説明するのはここではやめておこうと思います。ぜひ皆さんこれね、買って読んでみてください。ただ僕がこの5つのゲームの中で、このアレンジ、このちょっとした変更ってめちゃくちゃ面白いなと思ったものを一つだけ紹介しますと、この作品5つの短編の中の3つ目の短編ですね、自由律じゃんけんという短編になってます。この自由律じゃんけんという名前がまずそそるんですけれども、このゲームはじゃんけんなんですよ。ただこの自由律じゃんけんっていうものはただのじゃんけんではありません。ただのじゃんけんではグーとチョキとパー3つしか使うことができませんが、この自由律じゃんけんではですね、2人のプレイヤーがそれぞれ定める独自手という2つのね、新たな役を作って、その5つの役でじゃんけんするというゲームになってまして、これが最高でしたね。もう僕ルール見た瞬間にあまりにシンプルかつ、うわおもろそうっていう、こうマジね、こう本に顔がうずまるぐらいね、マジでのめり込んでしまったゲームがこの自由律じゃんけんです。まあ、ちょっとね、まだイメージしづらい方いると思うんですけれども、まあ、例えばね、この自由律じゃんけんの中で作られた役、まあ、一つだけ紹介すると、まあ、グーとチョキとパーと、あと、これですね、ガン、ジューっていう役を、まあ、主人公が作ります。ガンっていう役は何に勝つことができるのか、ここもね、面白いところなんですけれども、この相手が考えた役と自分が考えた役、この役の効果を推理しなければいけないというゲームになってます。ここが頭脳戦の美味しいところで、相手の作った役が何に勝つことができるのか、例えばグーとチョキに勝ってパーと、まあ、自分が作った、ガンという役に勝てるのかもしれないし、何か他の効果があるのかもしれない。こういうね、こう考えながらもう読者も読んでいけるっていうのはね、最高に面白かったですね。この自由律じゃんけんというゲーム、まあこの自分が作る役っていうものは、まあ、強すぎるものはさすがにアウトっていうものもありまして、まあ、全部のねグーチョキパー全部に勝っちゃうとか、そういうのはちょっとゲームとして成立しないので、そういうものではなく、しっかりとした、強さ弱さがあるっていう、そういう独自手を考案して、じゃんけんをしていく、いやもう最高に面白かったですね。まあ、今回は自由律じゃんけんのみ紹介しましたが、他のねグリコと神経衰弱、あとだるまさんが転んだとポーカーですね、これらもね、そんな変更するんだっていう、それは面白そうだなっていう、こうルールを見ただけでめちゃくちゃのめり込んでしまうようなゲームになっておりますので、まあ、ぜひね、この地雷グリコを読んでみてください。またですね、この、まあ、僕はゲームがすごく魅力的だなと思ったんですが、この地雷グリコの中に登場する、主人公たちや他の登場人物たち、このキャラクターもねすごく魅力的で、主人公がイモリアマトちゃんという、女の子なんですけれども、ちょっとね、ゆるふわな感じのこう気だるいような、女子高生なんですが、めちゃくちゃ頭が切れるという主人公になっておりまして、そんなイモリアマトちゃんがいろんな相手とゲームをしていく、イモリアマトちゃんの中心に巻き起こるストーリーもですね、濃厚なね人間関係も描きつつ、最後にねしっかりと物語としてのオチを作ってくれるので、いや最高にね面白かった作品です。もう地雷グリコね、本当に読んでみてください。マジ激推しです。ということで、最近読んだおすすめ本1冊目が川崎優子さんの地雷グリコでした。続いて最近読んだおすすめ本2冊目ですね、こちらです。塚辰巳さんの高度感の殺人、土壁の向こうで連続殺人が起きている。はい、ということで、おすすめ本2冊目が塚辰巳さんの高度感の殺人なんですけれども、この作品ですね、僕の動画以前から視聴してる方からすると、まあ、ついに読んだんですねとなるような作品になってまして、というのもこの作品、僕が大好きなシリーズ作品、館40層シリーズという作品の3作目になっております。今回の紹介では、まあ、シリーズ作品ではあるので、1作目2作目の魅力も簡単に紹介していこうと思います。まずこのシリーズ作品ですね、塚辰巳さんというかなり完成度の高いミステリーを描く注目のミステリー作家さんが書かれる作品で、このシリーズの魅力何かというと、
災害×ミステリーなんですね。んってなると思うんですけれども、これね、1作目2作目見せるとかなり分かりやすいので軽く説明しますと、1作目がですね、こちらです。グレンカンの殺人という作品なんですが、この作品たちは、シリーズを通して葛城と田所という2人の男子高校生が主人公のお話になっております。葛城くんが天才的な名探偵で、田所くんが葛城と一緒に行動している女子的な人物です。要するにシャーロック・ホームズとワトソン的な人物が葛城と田所。この2人高校生なんですが、めちゃくちゃミステリー小説が大好きなオタクの2人でして、高校の合宿を抜け出して、合宿の近くにある宝田雄山という大御所のミステリー作家に会うために山の中の落日館という館に向かいます。ただこの2人の高校生はこの落日館に向かう最中、山に落ちた落雷によって山火事に遭遇してしまいます。火が燃え盛る中、なんとか落日館に着くことができて、この館の住人とどうやって避難するか救助を待つかという話題になっている時に、なんとこの館の中で殺人事件が起きてしまいます。名探偵葛城は真相を推理しようとしますが、他の避難者は脱出を優先するべきだと諭します。タイムリミットは35時間、生存と真実を天秤にかけて高校生の葛城と田所は苦悩していくという作品がこのグレンカンの殺人ですね。この炎上する館で起きた殺人事件を追うために推理をしていくというこのドキドキ感が文字からどんどん伝わってきて、各章の始めに残り何時間って書いてあるんですね。でそれを読むたびにもうやばいぞやばいぞってこうなりながら、どんどん読んでいけるのがこの作品になってます。しかも館で起きる殺人ですから、また一筋縄じゃいかないようなね、殺人事件で、かなり魅力的なトリックと、登場人物たちの関係性だったりとか、葛城くんと田所くんのね、この心の変化というか成長も描かれているという、かなりね、面白い作品になってます。これが1作目のグレンカンの殺人。そして2作目がこちらですね、青みかんの殺人という作品です。この作品はこのグレンカの殺人1作目で起きたある出来事によって、主人公の葛城くんがですね、不登校になってしまうんですけれども、そんな葛城くんに会うために田所は青みかんと呼ばれる葛城一家が住んでいる館に向かいます。葛城の家族に歓迎されて、一緒に青みかんの中で夜を過ごすことになる田所くんなんですが、その夜はですね、激しい豪雨が降っておりまして、川が氾濫して洪水に巻き込まれてしまいます。そしてこの洪水の危機に迫られながら、なんとまた殺人事件が起きてしまうという作品になっております。謎に満ちた葛城一族が住んでいる館で起きた殺人ということで、誰が殺したのか謎が謎を呼ぶんですけれども、そこにまた洪水の危機が迫ってきて、タイムリミットと同時にこの名探偵葛城は自分の家族を推理することができるのか、犯人を暴くことができるのかという作品になってます。これね、最高でしたね。もう、後にも言うんですが、僕この3冊読んだ中では この青みかんが一番の最高傑作だなと思っております。そして今回紹介するのが、こちらの高度感の殺人ですね。こちら3作目、色もね、黄色ということで、今まで、火事、洪水ときて、高度感と何が起きるのかというと、こちらですね、地震が起きてしまうという作品になってます。主人公の葛城はこの作品から大学生になりまして、そんな葛城くんがですね、ある館にまた招かれるんですね。でその館がですね、とんでもない場所にありまして、この題名の通り高度館と言うんですけれども、この館がですね、こう土がこうあって崖にね、なっているこのくぼみの中に館がありまして、ここでこの館に招かれるんですけれども、なんとね、この館に向かう最中ですね、葛城くんと田所、あと三谷くんというね、3人目が登場するんですけども、3人でこの高度館に向かうんですけれども、向かう途中にですね、地震に遭遇してしまい、土砂崩れによって分断されてしまいます。田所と三谷という2人が高度館に実際に行って、名探偵の葛城くんはですね、館に入れずに外で待機という状況になってしまいまして、この2つに分かれたそれぞれの場所ですね、殺人事件が起きるという作品になってまして、葛城くんのパートと田所くん、三谷くんのパートで構成されている作品がこちらの高度感の殺人です。結構ね、シリーズを通して説明してきたんですけれども、この作品はちょっと他の2作とはかなり毛色が違った作品でして、このグレンカンと青みかんは共にタイムリミットというか、洪水と火事という、迫り来るあからさま恐怖の中で
推理をしていく、犯人を解き明かしていくという作品だったのに対して、今回のこのコード感の殺人はですね、地震が起きている中で推理をするという作品になっておりますので、いつ来るかわかんないんですね、地震が。なので、前2作とはちょっと違った事件というか、トリックになっていますし、シリーズを読んできた中で言うと、ちょっとこの舞台設定に工夫が加わっているような、そんな作品になってます。この作品ですね、前2作と同じように、厚川辰巳さんの圧倒的筆力で書かれたミステリーということで、めちゃくちゃ読みやすいです、本当に。キャラクターもね、すごく立っていますし、この作品の中では、飛鳥井光というまた別のね、名探偵が、がっつり関わってくるので、このキャラクター同士の掛け合いだったりとか、名探偵の桂木くんが、まあ、外にいるという状態で事件がどんどん進行していくので、言っちゃえばね、ワトソン役の田所くんが推理をするという、もうちょっとね、一体どうなっていくんだろうなっていうワクワクもあります。かなり面白かったので、ぜひね、おすすめの作品です。ただですね、ただなんですが、僕的にはやっぱり前の青みかんの殺人ですね、こちらがね、良すぎた、良すぎて、今回ですね、ちょっと物足りないなーっていう感じもありました。舞台設定がそもそも違う。こっちは迫り来る洪水で、こっちは突発的に起こる地震っていう舞台設定も違いますし、あと、葛城くんがね、やっぱり蚊帳の外になっているっていう状況が、ちょっとね、ファンの僕からすると、もっとね、葛城くんの推理が聞きたかったなって、思うような作品でしたね。ただですね、このシリーズ作品通してみると3作目ということで、何かこう変わっていくんだろうなという、今後のラスト4作目を匂わせるような作品になってまして、ますます最後の作品が楽しみになるような展開ではありました。まあ、何よりですね、この動画で初めて知ったという方はぜひね、シリーズの1作目2作目、グレンカンとアオミカの殺人はぜひ読んでいただきたい。こちら読みやすいですし、キャラクターも好きになるし、もうタイムリミット付きの殺人事件っていうドキドキハラハラ感をね、ぜひ味わっていただきたいです。そしてね、4作目次で終わりかと、ファンからすると思ってしまうんですが、まあ、どんな作品になるのかね、この館運輸層シリーズの続編もね、楽しみに待とうかなと思っております。まあ、ぜひ初めて知った方は、グレンカン、アオミカン読んでみてはいかがでしょうか。ということで、最近読んだおすすめ本2冊目が、厚川辰巳さんのコード感の殺人でした。はい、ということで、ラスト3冊目がですね、こちらです。染井為人さんの正体。埼玉で2歳の子を含む一家3人を惨殺し、死刑判決を受けている少年死刑囚が脱獄した東京オリンピック施設の工事現場、スキー場の旅館の住み込みバイト、新興宗教の説教会、人手不足にあえぐグループホーム、さまざまな場所で潜伏生活を送りながら捜査の手を逃れ、必死に逃亡を続ける彼の目的は、その逃避行の日々とは、映像化で話題沸騰の注目作ということで、3冊目が染井為人さんの正体という作品です。こちらですね、前2作とは全く違った作品になってまして、かなりね、切ない、本当に泣けるような作品でした。こう小説を読んで深く深く入り込みたいという方は、ぜひね、この正体をおすすめします。ではですね、この作品何がね、そこまで魅力的かというと、冒頭にあらすじをお伝えしたんですけれども、この作品、死刑囚の脱獄の日々を描いた作品であります。その死刑囚は、鏑木敬一という名前で、18歳の時にこの一家惨殺事件を起こした、という犯人でして、この死刑囚鏑木が死刑囚を脱獄してからの488日を描いた物語です。物語の形式としてはかなり短編集に近いような形になっておりまして、あらすじでも言った東京オリンピック施設の工事現場で起きた物語、スキー場の旅館で起きた物語、グループホームで起きた物語と、こう一つ一つの物語自体は完全に区切られてはいるんですけれども、まあ、その物語の中でこの死刑囚に関係する人物たちが出てくる、そしてこの死刑囚の真の目的を一つ一つの短編から探っていくという話になってます。その一つ一つの短編がですね、めちゃくちゃ面白い、すごく読みやすい文章で、しっかりとこの鏑木敬一という死刑囚の本当の意図というか、何を目的に脱獄しているのかっていうところの真意が次第に明らかになっていくような構成になっていて、本当にね、心が震えた作品です。まあ、特にこの一つ一つの場所でのお話は、語り手がどんどん変わっていくような
構成になっているので、いろんな人物の視点がこの死刑囚というものに向かっていく、この死刑囚に対していろんな考えというか思いがそれぞれの語り手の中にある中で、だん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 明らかになっていく謎っていうところがね、すごく面白く読めました。そして、読後感の部分がね、めちゃくちゃいいですね。僕自身読んでて、わ、この読後感はなかなか出会えないなというか、本当にこう心の奥まで染み込んでくるような、もう本当に余韻に浸るっていうことがこんなに、苦しいのは本当この作品だけしかできないなと思いました。もう結構ね、思い出しただけでこう沈んでくるんですけれども、こう心が揺さぶられるような、そんな読書ができますので、ぜひね、読んでみてください。で、この染井為人さんって、文章のうまさっていうところが、この語り手の心情描写じゃないところを匂わせる部分がうまいっていうんですかね。例えば、この作品で言えば、それぞれね、語り手が変わっていくんですけれども、その語り手たちが実際にこう死刑囚たちと関わりを持っていって、じゃあその死刑囚は何を考えてるのかっていうのをこう想像させるのがすごくうまい文章になってて、読者もですね、だんだん読んでくると、あ、この人物が死刑囚かなって結構察することができるんですけれども、でもじゃあその死刑囚のカブラギが今何を考えてるんだろうって、こうそっちに思考がシフトしていくんですよ。語り手が描写することプラス、こう読者自身が死刑囚の思いだったりとか、今本当に今どういう意図で何をやっているのかっていうのをどん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 想像を膨らますことができる、そういう文章ってすごいなと思いますので、この作品ね、すごくねおすすめですね。そしてですね、これ物語終わった後の話もちょっとしたくて、この後書きがねまた泣けるんですね。この後書きで、こんなこう泣きそうになったのは僕初めてで、この染井為人さんという作家さん自体がこの物語に思っていることっていうのをこう素直な言葉で後書きに記されていて、これがね、そういう考えが、あったのかというか、もう本当に作者自身のこの物語に対する姿勢っていうところが、読めるので最高です。本当に、染みました。切なくてもう心が震えるような読書がしたいという方に、ぜひぜひおすすめの一冊となっておりますので、ぜひこちらの正体という作品手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、少し簡単にはなってしまいましたが、おすすめ本3冊目が染井為人さんの正体でした。はい、ということでこちら3冊紹介していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いやー、どれもね面白い、本当に違うベクトルで面白くて、どの作品もおすすめですね。まあこの3つの作品の中で小説初めてがっつり読みたいなと思う方に向けてはですね、ぜひこちらの地雷グリコが一番おすすめになります。これは本当にエンタメ作品としてもかなり完成度高くて、スルスルとね本当に一気に読めてしまうような作品ですので、ぜひぜひこちらから手に取ってみてはいかがでしょうか。で、がっつりミステリーがね読みたいという方はこのコード感、まあシリーズ作品ではあるので、グレン感とアマミ感ありますので、そちらの作品を手に取っていただいて、このシリーズの魅力ね浸っていただければなと思います。そして、心に染みる切ない読書がしたいという方はこちらの染井為人さんの正体ですね。結構僕は本当になんか号泣という感じはしなかったんですが、やっぱりこう目がねちょっと潤んできて、ちょっと考えさせられるような、本当になんか切ないが勝つ、そんなお話でしたね。この深く深く入り込んでいけるっていうところが読書小説を読むということが他のエンタメと違うところかなと思いますので、この正体ね、気になった方ぜひね読んでみてください。いや、総じて、どの作品も魅力的でしたね。本当に楽しい読書ができました。はい、ということで、このチャンネルではこのように僕が読んでめちゃくちゃ面白かったなという本や今話題の小説たちを紹介していく本のチャンネルになっておりますので、この動画良かったな、面白かったな、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。これからもいろんな魅力的な作品紹介していこうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。僕ですね、地雷グリコ読んで、コード感の殺人読んで、正体読んだんですよ。この気分のね浮き沈みがすごくて、今ねちょっとこう正体の、作品のパワーというかこう余韻に浸りすぎて結構ね、まだこの作品に浸ってはいるんですけれども、いやーこうやってね深く深く読めるっていうのは
本当に最高に楽しいなと思いますので、ぜひ皆さんもね、まあ、好きな作品から読んでみてはいかがでしょうか。これ以外にもですね、いろんな作品まだまだ積んでおりますので、そちらを読んで魅力的な小説紹介していこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。